今日道内では新たに5,540人の感染が確認されました。また17人の死亡が発表されています。感染者の内訳です。札幌が1,789人、旭川367人、函館298人。振興局別で見ていきますと、石狩管内が557人、いぶり管内527人、そして十勝管内479人となっています。 この赤字になってていいる釧路管内と山管内内と山は過去最多を更新しています続いてえ、今日は2日ぶりに前の週の同じ曜日を下回って白になっているわけですが火曜日としては過去最多だった先週と比べましてわずか6人減っただけ依然として高止まりの状態が続いています。